はい。ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方お願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントですね。お願いいたします。さあ、今日は僕の動画の基礎動作の部分を改めて説明したいと思います。そして、まあ今まで言ったことある内容もあるんですが、本当にこのドリルを打ちっぱなしでやってる人見ないです。わかります。恥ずかしいのわかりますが、 本当に、ここの反射、この子の動かし方を覚えるだけで、ゴルファーとしてのレベルがもう1段も2段も上がる人いっぱい見てきてるんです。なので、ぜひ、恥ずかしがらずに、ぜひ、こういうドリルもやってください。みんながやるようになれば、ゴルフの、日本のゴルフ、ゴルファーのレベルは、格段に上がると信じております。はい、ということで早速内容行くんですが、まあ、基礎動作の説明から行きたいと思います。 ま、円運動であったり、振り子運動であったり、それはいいんですが、円を安定させるために、クラブを持っておく、支えておく、この状態で持っておくってことが、ものすごく大切になります。ここであまり詳しく言ってこなかったことを一つ申し上げると、ま、こっちの指タイプ、こっちの湯タイプ、この手、最初の手首の角度によってあるんですが、もう、この、ここで支えている部分と、指で支えている部分、 この2つがちゃんとあればもうこの基礎動作できるぐらい筋力ではなくコツなんですよねまず説明していきますね今みたいにちゃんとこここの23本この3本タイプなんていうお話は角度によってありますがここでしっかりクラブを持ってあげるということですねこの状態で胸の前で持っておきますこの状態でとりあえずいろんな細かい話はあれど とりあえず、ローテーションと言われる腕を回す動きを覚えてくださいと。練習方法は、この胸の前で支えている状態。そして胸、腕を胸の前で回してあげると倒れますよね、こっちに。でそれをそのまんまその場で戻してくると、同じ位置に来ますよね、と。反対側ちょっと機会があるので途中で止めますが、それがターンしていくと、こっちサイドに走ります、と。戻してくると。 倒して立てて立同じ位置反対側行って元の位置これを最初はゆっくりでいいですが同じ位置にしっかり何回こうやっても戻せるぐらいの手を支えておくというこの感覚はすすごく重要です今からこれがなぜ重要なのかっていうのをお話ししますね。ゴルファーの多くがいろいろんんなこととでで悩んでるとは思うんですまず良くない動きの代表例一つありますね。 体が浮く。起き上がること浮くなんていうことを言うんですけど、これ、今僕が説明した腕の動き、手首、手の中でクラブを支えるということができていないとしたら、浮かないと当たらないですからね。ちょっとやりたいと思います。元の位置戻ってくれば当たるよね。もちろんさっきの僕が説明したことができてれば当たりますよ。ただ、できていないとしたら、 おおよそエネルギーっていうのはもちろん下とか外側に発生しますよねそれをちゃんと手で支える持つこの角度に戻ってくるってことがすごく重要になるんですがもし体の位置正確にできました手首を落としちゃいますこんなとこダフるわけですねじゃあダフりたくないですよねなので体の位置はこうなるべきだと分かっている人が手ができていないあまりダフる ダフルの絵だから結局打つときには離れる。離れると一応ボールに当たる。だとしたら皆さんどっちの練習しますか当たる方を選んじゃいますよね。そう。だから起き上がりが治らない。だとか、この基礎動作の部分には、手元を引きつけてヘッドを前に出してくる。こうやってまさにインから来たエネルギーをインに振るっていう基礎動作になってるんですよね。この、まあ今、前のイメージで素振りをしていますが、 これを例えばインサイドストレートストレートインサイド。ん間違った。インサイドストレート。あ、合ってた。ストレートインサイドですね。<laughs> っていう風にその持ち球によって多少それをその輪っかの形を変えることはあるんですよ。あるんですけど基礎的にこの回すという運動ができない人がそんな微妙なラインの差を作れるでしょうかと。無理なんですよね。そしてイントゥインで触れない人たちが たどる末路は大体これなんです。インから来たエネルギーがインに触れる人は、この中でいろいろエネルギーも生みながら、自分が打ちたい球筋に合うような軌道を少し微調整しながら上達していけるんですけど、これができない場合、綺麗な、皆さんイメージわかりますかねクラブが倒れてインサイドから加速してきて、この動きをもし、この動きが身についてない、あなたがしたとしたらですよ、間違いなく右にしか飛ばないです。 だから、まあ、ゴルフを始めた頃の僕と言っておきましょう。無理やりアウトサイドから被かせて、右行きたくないっていう運動でボールを当ててしまうんですよね。これは、右しか、あんな角度の右しか行かない人たちが、コースにボールを残す唯一の作戦と言ってもいいぐらい。あれをするとアウトサイドインにはなるんですが、左まっすぐ左からスライス、ちょっとスライスぐらいまでだったら、 コースに残るわけですよねただこれはもうエネルギーが効率よく生まれる動きではございませんと。なので、ムキムキ。まあ僕なんかまあムキムキとまでは言いませんが、ゴルフを始めた頃、野球、高校野球終わってすぐぐらいに初めてゴルフ始めたんですが、肉体的には相当今よりも優れていたでしょうと。結構いい体していましたと。なのに、210とか220も飛んでなかったかな、正直。キャリーで200ぐらいやったかな。 ぐらいいしか飛ばないわけですよただそのイントゥインの扱いを覚えた僕は今振ればもちろんその頃よりも随分飛ぶし250キャリーぐらいだったら軽く打てるわけですねそれは何を覚えたかそう出だしで説明させていただいた倒して引きつけながら立てるそして反対側に走らせるっていうこの運動を覚えたっていうのが一番でかいです、まあ、だからさっきの素振りいっぱいやってくださいってことですよ さあ、このようにアウトサイドインで悩んでる、体浮いて打点が安定しないとかも悩んでる、みたいなことって、もうゴルフの悩みの王道中の王道ですよね。ボール捕まえれない、スライスしかしないとかね。さあ、その方たちがこの練習しないなんてありえないと思うぐらいの感じですと。じゃあ、それをちゃんとできてるか、ちゃんとボールを捉えるレベルに上がっているかってチェックする方法が、そう、今日最初にお伝えした、これをやってる、 まあ、普通の練習場に行ってこれをやってる方は自分、僕たまにやるんです。僕以外で見ることはない練習ですね。ちなみに、レッスンだとやっていただくことはございます。膝立ち打ちですね。まさにこの状態から倒して立ててくるって運動があれば、まず当たります。やってみましょうね。ここで立てている状態、倒して立てる。もちろん当たりますと。さあ、どんどん速度を上げていきます。 同じことはしています。立ててる状態倒した状態立てる状態これちなみにダメな結果で言うとクラブが地面を吸ってしまうもうこれはさっき言ったこう立てるっていう角度がずれてしまうと下触りますよね当然フェースに当たらないはダメなんですけどもう一個ちゃんとチェックポイントがあって肘が内側にターンしているかどうかですこの練習で言うとこれたまにねこうやって打つ人いるんですよね かかりますかねダフルってことがわかる舌触るの嫌だ肘上げるなんとか当てれるこれ結局ズレに対するズレを覚えるだけなのでこの2つやってないかはチェックしてくださいやってなければどんどんこれを速度上げますで足は踏めないですよただこれ股関節とか上の胸椎の回線とか肩甲骨とかもちろんいろいろ使えるわけでこれかなり飛ぶんですよねで これ、さらに言っときますね。もちろん、これでスイング完成だなんて言わないですよ。これぐらいはできて当たり前にしとかないと、どんな理論、どんな話を聞いてもなかなかうまくいかないよっていうぐらい基礎的な話だよっていうことです。さあ、これを、結構な速度でも余裕で打てますと。おそらく、プロゴルファーと言われる方々、まあ、トップアーマーの本当に成績がちゃんと出ているレベルの方々であれば、 ま、シングルちょっと入ったぐらいだとちょっとね、できない方もいらっしゃるかもしれませんけど、基本的に、膝立ち打ちができない人には出会ったことがございません。ただ、できる上で少し、本当にこのまんま行くとちょっとターンが強くなったりね、いろいろするので、それを少しバランスを変えて打ってる方は多いと思いますよ。ただ、できて当たり前ですよね。こう、YouTube の中でもこの運動、膝立ち打ちで打つっていうこういう運動ですね。 もう古いよなんていう言葉聞かなくはないですが皆さんその方たちの運動を見てくださいこの動きダメだよって言いながら余裕で打ってるでしょまあそれぐらい余裕でできる人たちがより曲げないためより距離を出すためにいろんなことをやることは素晴らしいことだと思いますが何年やってもゴルフがうまくならないボールがつかまらないどう考えても自分のポテンシャルに対して距離が出ない そんな方たちは、まずここの習得をお勧すすめします。その先どういう枝葉のある、まあ理論的にはいろんな枝葉があると思うので、そっちに行くのはもう好きにしていただければいいですが、究極このハンドアクション、手の動き、ローテーションを覚えるだけ、その中で手の中ね、最初に説明した圧力を支えるだけで、おそらくシングルレベルになるのは問題ないですし、 アマチュア競技をある程度するぐらいの感じだと相当レベルの高いところまでいけますよというお話はしておきたいと思います。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。ぜひこの情報を皆さんに届けたいと、多くの方に届けたいと思ったあなた、ぜひこのチャンネル登録、高評価、コメント、この3つですね、よろしくお願いいたします。